ークスの育成といえば千賀と甲斐。今や2人は日本を代表する黄金バッテリー。一昨年はスピードスター周東が育成出身初の盗塁王に。去年ブレイクを果たしたリチャードも3桁の背番号から這い上がってきた。昨シーズン8年ぶりに B クラスに沈んだホークス。上昇軍団再建へ若手の底上げは待ったなし。さあ次なる育成の星は誰だ。今シーズン若手育成を託された国防二軍監督が徹底解説。ドリームっていうか夢をもうね掴んでほしいなって。ファンスポ注目はこちら。まずは育成入団2年目桑原修司。その名前を聞いたのは去年12月。で、あの二刀流をしている桑原っていう選手なんですけど、まだあの伸び盛りの段階だと思うんですけど、すごく面白い選手だなと。中田コーチが一押ししたのが桑原。なんとホークス初の二刀流選手。本職はピッチャーながらバッティングも評価され、今シーズン二刀流に挑戦。そこには首脳陣も驚いたあるデータが。これ言うと他の選手野手何してるんやって話になるんですけど、スイングスピードがバレンティンに次いで過去2位の記録を出している。非常に能力的には、高い選手。なんとシーズン60ホーマーの日本記録を持つあのバレンティンに次ぐスイングスピード。とにかくまあ振るっていう、思いっきり振るっていうのは意識して、自分の中では長打力があると思ってるんで、まあ、そこをプロでも見せていけたらいいかなっていうふうに思ってます。一方ピッチングでこだわりを持つのはストレート。鹿児島の強豪神村学園時代には最速149キロをマーク。今は質のいい球っていうのを目標にして投げ込んでいます。キレがあることで、まあ、球速よりも速く見えたりして、バッターが差し込まれたりするっていう、まっすぐはとにかく、まあ、伸びる球っていうのを意識して、下から浮き上がってくるように見えるような球っていうのを目標にして頑張ってます。二刀流といえば、メジャーリーグで MVP に輝いた大谷翔平。憧れはありますね。でもまあ明らかにレベルが今は全然違いすぎるんで、まあ、そこに少しでも近づけていけたらいいかなっていうふうには思ってます。現場の意見は出して、球団球団の考えでというところで足並みを揃えて彼には接していこうということが決まってますので、能力は高いです。ポテンシャルはあります。ホークスに現れた期待の新星。爽やかなルックスでもファンをざわつかせる予感が。イケメンって言われてきたんじゃないですか。いや、そんな言われたことはあんまないですけど東浜投手に似てるんじゃないかっていういや、まあ、ありがとうございます。球団初の二刀流選手。大きな挑戦の先に見据えるのは、両方頑張ってどちらでも評価してもらえるように、まあ、これからしっかり練習していって支配下になれたらいいかなっていうふうに思ってます。続いては育成2位ルーキー川村優斗。一番の魅力は長打力。仙台大学ではリーグ戦で津森から満塁ホームランを打ったことも。長打力を伸ばすために取り組んだウエイトトレーニングでは
驚愕の数値が。スクワットが190とベンチが110とかで、飛ばすというのは結構大学時代から自信を持っていたので。早速衝撃のポテンシャルを披露。ロングティーでバックスクリーン放り込んだんですよ。これは多分今のホークスでいうと柳田と多分リチャードぐらい、今のホークスでいうと柳田とリチャードぐらい、まあ、それを見た瞬間に、あ、この子は飛ばす能力が強い、高いなというふうに感じて、まあ、彼を、まあ、最初に推薦させてもらいました。国防二軍監督の推薦で四六組の練習に参加。シートバッティングではヒットを放ち、打撃センスもアピール。とにかく開幕2軍をまず勝ち取るっていうところで、2軍で圧倒的な数字を残して支配下に持っていったもの、強いスイングをしてボールを遠くに飛ばすにはどうしたらいいのかっていうことは考えながらの練習は続けた方がいいと思います。そこが彼のやっぱ武器になると思うんですね。そんな未来の大砲が目指すのは、柳田選手のようなトリプルスリーを狙えるような選手が理想です。チームの戦力になれるように、少しでもなれるように毎日取り組んでいきたいなと思います。そして3人目は、福岡大学出身、育成14位ルーキー中田圭介。なんと右でも左でも打てるスイッチヒッター。左打席の方がバットコントロールだったり器用なバッティングっていうのは自信があるんですけど、右の方が飛距離だったりっていうのはあるかなって、そういう違いがあると思います。練習ではしっかり強いスイングをするってことを心がけています。ドラフトで指名を受けたのは12球団で最後の128番目。地元大濠高校から福岡大学に進学、どちらも勉強で入学しプロ入りを果たしました。史上最大の下克上と這い上がってやるという気持ちがすごく強いです。ドラフト指名直後に誓った下克上、その野球に向き合う姿勢に国母二軍監督も一目置いています。非常になんかこう野球に対する取り組みもこう泥臭くて、ここまで相当まあ努力してきたなっていうのが感じられます。だから今も人一倍最後まで残って、ほぼほぼ毎日最終バスまで残って打ってるのが中田ですね。12球団で一番最後に指名された選手なんで、なんかそっからこうドリームっていうか夢をこうね掴んでほしいなって、まあ、そういう思わせるところもある選手だったんでね。キャンプ7日目の朝、サプライズが。現時点では一番注目したですが、今まで以上に野球に必死に向き合ってやっていきたいと思います。1年間よろしくお願いします。頑張った明日行こう。はい、頑張るから。はい。野球に向き合う姿勢を変われ主力組へ参加。まあ、今までファンとして球場に見に行ってたチームだったので、そのユニフォームを着れてることはなんか不思議というか、すごい嬉しい気持ちでした。自分の力もそこまでしっかり持っていけるように頑張りたいと思いました。実戦形式の練習ではしぶとく犠牲フライ、このチームバッティングこそが中田の持ち味。すごい飛ばす人とかもいて、もうそういうところでは勝てないと思ったので、そういうチームバッティングとかっていうのを極めれるようにしようと思いました。彼は内野手もできるんで、で、まあ、肩も強くて、生きていく中でやっぱりそのダイソーからの守備固めであったり、まあ、代打での送りバントであったり、とにかくそういうところは必ず求められるというか、そこが多分抜けたら支配下になる道が近くなると思うので、とにかく作戦に一番絡みやすい選手であれっていう話を彼には伝えてますね。
目指すのは漆銀の職人中村晃。中村晃選手みたいなそのバッティングがすごく憧れてたので、そういうバッターになりたいと思いますし、状況に応じたバッティングとか相手が嫌がるようなバッティング、しぶとくこう低い強い打球で間を抜いていくようなバッティングを強みとしてやっていきたいと思います。誰よりも野球に打ち込み野球漬けの日々、そんな中田の至福の時間が、サウナが好きです。筑後でも入れたんでサウナが一番好きです。サウナといえば長谷川選手すごくサウナっていうのは、サウナの特集あった時も自分見てたので知ってました。やっぱ整うって言いますか、サウナ終わった後に行こうと、なんですか、疲れが取れる感じがするのですごい好きです。ドラフト指名最後の128番目から目指す下克上、プロ入り同期127人がライバルです。やっぱり誰にも負けたくないという気持ちはあります。一日一日こう大事に積み上げて、一日でも早くそういう一軍でプレーできるような選手になれるように頑張りたいと思います。